はい、ということでですね、今日はもうお弁当を持って帰ってきましたので、いただきます。楽屋弁当をいただきましょう。これどうしたらいいの？こう、ここただ抜くだけ。ほら、これこのゴムに使えるよ、いろいろないいゴムに。あ、うまそう。ほら、美味しそうだ。すいません、ここは本当は皆さん気になるでしょう、なんで僕から一番マイクが遠いのか。そう、それはキャリアウーマンだからではやはりございません。僕から一番マイク離れてる理由は、うん、俺の声がめっちゃでかくて音があるから割れちゃうからですね。美味しそう。ママこの豆、いただきます。ママこの豆食べて。じゃあここ豆入れてごらん。ここに豆が入れられるか。みんな箸下手くそだからな。入れれますけど。入れられる。ほらほら、掴まれへんやろ。だって硬いもん下に、うん、そう、本当に硬い。じゃあ割り箸で。お母さんなんか一発で硬いけど、お前もうーら人に言えませんけど人に言えませんな。いただきます。はい、いただきます。お味噌汁だけを作ったけど、うん、下二人はお味噌汁食べず食べずーこです。いただきます。ここは本当はギュッ。あかりちゃん、これちょっと、これうまっ。おいしい。よかったよかった。なるほど、って犬のこと。まあいいよ。今日ね、うん、あのシュのサッカーをついてきた。そってからます、そこの中に犬が入ってきたんです。あかりぐらいの、めっちゃ大きな犬やったね。めっちゃ大きい、なんだっけ、100匹ワンちゃんみたいな犬でして、それでめちゃくちゃ大きくて、立ったらね、ま、あかりのママみたいな、うん、そのぐらい、このぐらいの背だったんですよ。だから怖すぎてね、あかりが追いかけられて、で逃げてね、で逃げたらめっちゃ追いかけてきてね、なんかそれ、なんか世界大会でね、めっちゃね速い犬だったんだよね、うん、それでおんちゃんに聞いたんだけど、それでめっちゃ速いんだよってなって、でめっちゃ逃げたら怖くなって、泣きながら持ってたカバンをね、持ってたカバンを、なんかユニコーンみたいなカバンをね、ちっちゃいカバンをね、バーンってね、犬のね人にね、顔の顔面にバーンって投げたのよ。してで持つ瞬間がちょっと遅かったから結構逃げれたの。だから少し良かったんだけど、めっちゃ怖かった、うん、ちょっとなんか話ぐちゃぐちゃな。お母さんずっと見てたけど、あかりがまずわーって犬に追いかけられてて、でカバンをこうやってわーってこうやって持ってたのよ。ほんなら犬がそのカバンに、ま、わっわっわってカバンをバクバクしたから、あかりが手パッて離して、そのカバンガブガブガブってやってる間に走って逃げてんな。そう、捨てたんだよ、そのお気に入りのやつ。だってもうぐちゃぐちゃやったよ。マジかよ、最低だよ。そんな言ったらお母さんも、中学の時に部活、お昼のあの夏休みね、朝から学校ずっと部活やって、お昼休憩があって、その後もう一回部活すんねんけど、ソフトボール。お昼ご飯食べてる時に野良犬が入ってきたのよ、学校の中に、うん、でわーって言って、こうやってわーってやったら、このお弁当バクバクで全部食べられてる。お腹ペコペコやるのに。みんな、お母さんのお弁当全部食べられた。え、ちょっと残ってるけど食べられへんやん、でもそれ口ついたものだから、うん、汚い。野良犬ってどのくらい大きかった？大きさ、今日の犬みたいに大きくはないけど、普通の芝犬みたいな。あ、そんな感じ、うん、それでもあかり、追いかけられたら怖い。犬怖い？全然。いや、犬嫌いな人じゃなくて、めっちゃ吠えてる犬は好きじゃない。うん、ほんざ、ちっちゃい犬は小型犬。そう、このぐらいのコップぐらいのタイプードル、うん、タイプードル、うん、それね、あの犬か猫だったら絶対ら、ね、犬選ぶ、うん、あ、なんで、でもなっちゃんおったよ、昔大阪に。あかりは猫かな、うん、でも噛まれたからね、一回、うん、ママにも、うん、猫とかはなんか甘えてくれないから、そんなに。犬とかだったら、確かに。すー甘えてくれ。犬は人に懐くんだけど、猫は家に懐くってよう言うんだけど、でも
なっちゃんはじいちゃんにすっごい懐いてたじゃんね。すごいよね。なんて言ってた、なんかじいちゃんってさ、あれ俺のあれあーちゃんのことをさ、たつこって、なんだっけ、たつこって言うじゃん、うんうん、でさ、たっこや、あ、たっこーたっこーって言うじゃん、うん、ずっと一緒に座ってもなんちゃん持ってきてって言うじゃん、なんも動けになる人、うん、なっちゃんとなんか名前が似てたし、夏とたつこーってなんか似てるから、うん、どっち呼んでるのかいつも分かんなかった夏だからさ、なっちゃんがまださ若い時はさ、もう死んじゃったけど、夏って言ったらさ振り向けへんねんけどさ、夏って言ったらさ耳がこうやって動いててん、もうでも聞こえてんねんけど振り向いてくれへんかってんけど、最後の方はなっちゃんって言ってもさ、もう耳遠くて聞こえてなくて、これもなかった、寂しかったわ。で目の前でこうやってやっても目も見えてへんからさ、あんまり、うん、かわいそう。だから言ったらもう猫だって、おじもうあれ人間で言うと100歳以上やったと思うよ。24年何してたん24歳あっち、嘘やろ、手で取った、うん、そんなにやつ、ティッシュちょうだい、ティッシュちょうだい、できれば1000円ちょうだい、もうちょっとくれないかな濡れティッシュで、いやいや、はよ、あ、それもはよ、もうこれがだんだん壊れちゃった、またどっかで買わなかないやつ、限界来とる、ちょっとでもいいか、ティッシュ、何やのお母さんばっかりティッシュの、ティッシュ係まだ一番近く、そうや、あ、俺はここはこれあんねん、切れんの、あの犬めっちゃ怖かった、だから怖かったな、だから今日はこの後イチゴ、高級いちごを食べます。ほんでな、1個だけ言っていい、1人1個ずつ食べられんねんけど、まずお母さんがしたいのはいちごって、うん、うん、まあこれが下手やと、あ、これがこう緑のとこで、こう細裏がこうなってるやん、三角に、うん、一番甘いとこどこと思う、ここ下、一番下でしょ、せやねん、なんか一番下って言ったらちょっと冷たいじゃん、で、そうなの、めっちゃなんか一番下なんかさ、学校でいちご出たりするの、うん、その時に下からいちご食べんので、ちっちゃく食べたらめっちゃ甘くてね、うん、あのなんか甘しょっぱくてめっちゃなんか冷たいのよ食べてんのいちごは甘しょっぱいって、まあ、それいちご切り早い、うん、ほんと給食で足りた、もしあれだったら絶対旬とか甘すか、あの給食のフルーツで、うん、一番美味しかったのは、うんうんうん、俺はいいね、はい、冷凍みかん、今でもあんだ、お母さんも冷凍みかん好きだったな、美味しいよね、あれ一番嫌いガガリガリ空気がなんで嫌いなの、あれ美味しいとおなじみやねんけど、ガガなんで嫌いなの、ちっちゃい頃みかんめちゃ好きだったの、うん、なんかね、うん、同じくなんか、ガリ皮がめっちゃ嫌いなの、うん、パッサパサで、うん、最後噛んでたらさ、みかんの皮めっちゃ残んじゃん、みかん、ああ、薄い皮がね、そう、うん、その薄い皮が残んじゃん、それが、うわってなって、飲み込んで、ガーンってさ、ぷくってなんだよ、何を食べてる話なんだよ、それ、みかんのママねえ、あかり今話してみかんの皮むくじゃん、普通に、うん、で、もう一個さ、あの皮があるじゃん、うん、で、それむいて、つぶつぶあるじゃん、うん、それをむいたらめっちゃ甘いらしい、そうなの、エイジに来たあのね、それさあんた全部らしいなんだよ、ん全部、ジムは全部人の情報ねえ、それさ、なんかさあ、むくじゃん、そしたらみかんをみかんむくじゃん、で、食べんじゃん、あー、ざんにゃー、人が喋ってる時聞いてよ、そう、残んじゃん、うん、ゴクってする時にさ、うん、なんかさ、勢いがいるの、詰まっちゃうから、うん、1、2、3、ゴクってなんだけど、うん、それが大変で、で、バスタブ、ここになんか、最初ね、一回ね、喉にここに詰まってね、うわっ、うわってなってる、また、ね、お風呂、ぶわって出てる
それを5回ぐらい1回目で覚えろよ、それダメだなとかやり方3回ぐらい3回もったそれ5回って多めに言ったんですか。そういうとこ大事だと思います。いいです。でめっちゃ詰まってんの、もうこれ飲み込めないってなった時にね、うんうん、こっちガーンってしたらね、うわ、ん、ってここに出てきた。もうあかりってさ面白いよね、話し方が。で笑っちゃった。もう何してんの、やめて。ちょっとお兄ちゃんじゃないんだからいいでしょ。ダメだよ、ほうがダメだよ。でだからお母さんがさっきいちごで喋りたかったのは、だから全部で多分4種類あったと思うんだけど、一粒ずつまず食べないでこれ4つに切ろうと思う、縦に、うん、そしたらさ先っちょが甘くて全体だから一口でまずパクって食べられるじゃん。で4種類それみんなで食べて4等分にするから、4等分って意味わかる？4等分ってケーキが4分の1にするとかでしょ。ケーキが4分の1にするでしょ。でこうやってこうやってでしょ、でこうやって半分にしてこうやってなるでしょ。うんうんうん、あ、出てきた。あれこれもう一個ない、もう一個ない、あった。でこれはケーキあるでしょ。4つに分けること、こ4分の1ってことやねん。4分の1だったいどこ喋ってるんでしょ、静かにしなさい。ね、4分の1とかでしょ。そうそうそう、だからそうさせて、うん、で、でもそのままでいいお母さん、全部分けてしてるから。あ、そうだ、それで全部4種類食べたらみんなでどれが一番美味しかった、せーのドンって言って、まず1位を決めようよ。Okay. ほんで自分が一番美味しいなと思ったやつを一粒ずつ食べたらよくない？じゃあ一番まずいと思ったの。いや、まずいのないよ、あんな美味しいのって。白いやつ、まずいとか言うか、道場くんがお誕生日プレゼントで、まずいというかあんまり好きじゃなかったやつ、少しだけ、うん、一番最下位、1位、2位、3位、4位。いや、最下位とか決める必要ある？ある。なんで？みんな知りたいから。そうかな。作った農家の人失礼すぎるだろ。そうだよ、頑張ってね。1年間かけて作ったイチゴまずいって言われたら嫌じゃない？まずいって一言も言ってない。一番あんまりだったよ。まずいって言いましたか、あかり。一緒だろ、もう一緒って限りません。一番あんまりなんだよね。でもさ、全部が美味しかったらどうすんの？めちゃめちゃ美味しいの。めっちゃくちゃ美味しいだったら、1位決められないじゃん。でも全部が一番美味しかった。それはなしにして。一番美味しいんだったら、それもなしにしてって意味か。一番美味しいんだ。一番全部美味しい。何をなしにして。一位は決めようよ。今からずっと笑ってなきゃいけないね。どんなゲーム始まるんだろう。あ、待って、ずっと喋っていなきゃいけない、うん、よーい、アクション。あいうえおかぎうえごわい。食べれない、もうちょっと食べれないじゃん、ガリ。食べれないじゃん、もう食べなさい。もうずっと食べてるよ、ゲームずっと食べてて。喋っちゃダメ、ずっと食べてて。早く、やだ、早く。いや、しゅん、その喋っとくゲームって意味わかんないのよ。さっき食べなよ。一番食べ終わった人が一番無口でどういうことだよ。一番早く食べ終わった人が何にも喋らん。ニーニー、これ食って。じゃあ残していいから他のやつ食べなさいよ。俺はさ、明日早く起きないといけないのにさ、いちごも食べないといけないし。食べたいって言うの、何言ってんの。じゃあ食べないでください。早く食べてもらえますか。もう俺さ、明日早起きなんですよ。一回止めようよ、もうややこしいよ、この会話。いつものせーの、ピカン。いいんだよ、この後、この後にいちごするから。で待って、それではいちごまで。シュー待って、シュー待って、やめろ。なさい、早く。あれ、いちごが出てる。いちごが出てる。いちごが怖い。写真撮ったから大丈夫だけど。おいしそう。で、この中でまず一個ずつ食べていく、洗ってね。マリ姫、マリ姫。甘おう。甘おう。また言っていい？おいしいベリー、初恋の香りやって。おいしいだし。甘おう。マリ姫、どれがいい？マリ姫。甘おう。じゃあ、こっちから行こう。左から行こう。マリ姫から行こう。マリ姫。明かり洗いたい。ダメ。なんで？じゃあいやいや、待て、明かり、こんな入ってるカップちょうだい。なんで？いいの、明かりも欲しかった。じゃあどうぞどうぞ。じゃあ俺これもらう。いちごよりもカップが大人気。はい。マリ姫はどんな？すげえ。俺これもらうわ。よかった。マリ姫読みますね。はい。後輩。何のこれ？
キラ姫なのかな、小姫なのか、サチのか。和歌山県のオリジナル品種で、紀州の伝統工芸品、紀州手まりにちなみ、可愛らしくみんなに親しまれる品種となるように、マリ姫と命名されました。十分な甘さと、爽やかな酸味が特徴のいちごです。はい。OK。これ切りたい。いいよ、ちょっと待ってね。軽く拭こう、これでね。で、ダメ、明かり切るのは危ない。別にいいでしょ。ちっちゃい包丁だから切れるかもしれない。いや、マジやめて。兄貴だ。俺が切れば、じゃあ一番最初。じゃあ、1個目はお母さんけど、どんな風に切るのか。まず、ここはちょっとこう。あんまりそれやりたい。絶対一番怖いだろ、こんなの。ママ、そうじゃない。こういう切んじゃない。そうで、じゃあ、この芯を取って。なるべくいっぱい食べれるよ、ね。そうそうそう。さすが。さすが番長。さすが番長。おばはん番長や。お番長だよ、お番長。これ何やったっけ、何やったこれ、品種。あ、マリ姫。マリ姫や。あ、まお。よし、でこれで一口ずつみんな食べ、はい。あ、これ大きさでなんかで喧嘩なりそう。だってこれ一番、はい、残り物には服があるということで。一番ちっちゃいやつやんか。いきますよ。これマリ姫ね。こっちで水つけ。いや、なんで水つけんの。よし、いただきまーす。いただきまーす。一口で食べてもね、何これ、水っぽ、水っぽいって言う、みずみずしいって言う、めっちゃ洗ったからね、めっちゃ水だ、お前めっちゃ水、あかりなんか洗いすぎて水なんか甘くないんだけど、うん、だから水つけ、で一口でいった方がいいよ、しの先ちょだけ食べた、先ちょ、次じゃあ甘をいこうか、うん、あでもマリ姫美味しかったね、マリ姫美味しいかいな、ほんで最終的にこのカップ俺がもらう、いやいっぱいあるやん、カップなんぼでもええねん。はい、これ OK、 つ、はい、けすぎ、つけすぎとかいいんだよ、結局あれだから。赤い服。いや、うるさいわ。うるさいわ。何でも全部赤い。はい。どうぞ。次俺切る。ちょっとこれはここが大きいから、芯だけど。じゃあ赤でじゃあここで切ってくれる、はい。感じ。はい、どうぞ。ちゃんと4等分になるよ。こういうシールってドライヤーかけてからやるといいらしいんですけど、今ドライヤー出すのめんどくさいね、自分の口でやってます。手切らないようにね、4等分だからもう一回ここ半分切って、もう一回、うん、きれい、手切るなよ。平成8年、まあとにかく甘い、赤い丸い大きいうまいの、あ、そうなん、あ、赤くて丸くて大きくてうまいの頭文字からの糖度が高くバランスのた甘い、甘王ってそういう意味や。いくで、一口でいこう。せーの。その方がいいのよ。せーの。で、どう？なんかどれも熟してる感じだね。どれもなんか味が濃くてめっちゃ美味しい。味が濃いね。これあんまり美味しくない。これ甘王一番。ぽ。酸味があるね。酸っぱいっていうのは酸味です。はい、次見て。これ食ってみたかったやつ、白いイチゴ、白、あ、じゃあこれ一番最後にしようか、白いイチゴ、ダメ、おいしいベリーにしてみよう、次おいしいベリー、おいしい、楽しい、ビタミン C、 イエイエイ、おいしいベリー、感謝感謝、またいっぱい食べたい、おいしいベリーってあれじゃん、おいしいベリー来航、どうぞどうぞ、今のネタどうですか、おいしいベリー来航、ベリーがベリー、つまんない、つまんない、いやそれベリーやないかい、つまんない、もう次お母さんがパッて切っちゃっていい、うん、もうまっ始めたらいい、その箱から入れるじゃん、うん、じゃあ箱はどうぞ、何入れんのこの箱に、え、うんち、やめやめ、あめ、ご飯の時そうだな、え、じゃあどうしよう、これご飯じゃん、みんな一回水飲んで、ちょっと口の中をちょっと一回、そうや、ほな、あれテイスティングや、ダメだよ、さっきの味がなくなっちゃうから、いや、なくすんだよ、わざと意味が分かる、早く食べたい、この中になんか入れ物を、これなんだっけ、おいしいベリーね、そう、おいしいベリー、はい、どうぞ、美味しいベリー召し上がれ、どうぞ、で、一番でっかい、一番でっかい、それ一番ちっちゃい、いきましょう、せーの、うん、甘い、今のところ一番これがうまい、美味しいベリー、今のところ美味しいベリーが一位ですね、美味しいベリー、感謝感謝、またいっぱい食べたいな、デリシャス、じゃあ次、初恋の香りいきましょう、初恋の香り、見てこれ、白いイチゴです、嗅がして嗅がして、これ俺も俺、ああ、バタヤンがした初恋の香りはドブの匂いだ、やめろよそんとこれドブの匂いじゃやろ、ねえ俺にも蹴らして、これはいい匂い、ね、これはいいよ、バタヤンの初恋がドブだじゃないでしょ、違えよ、バタヤンの初恋がドブの匂い、初恋の香りに対して、まあ、死んだけど死んだけど、違う、先これ洗って、これここで洗って、違う、初恋の香りはめっちゃいい匂いだけど、バタヤンの初恋はドブの匂いだ、やめてくれる、はい、いきます、
なんかこれくっついてたらもっとおしゃれじゃないなんか。おしゃれだね。絶対思ってないや。これどうぞ。はい。芯。芯だけ取ってちょっと待ってね。これちょっと服はな。芯。鉛筆の芯。こんな白いイチゴなんか初めて食べるね。もうこれの新しい人生で初めて曲バタヤン温度にこれ入れて、ヘタを取って芯をポイ、ヘタを取って芯をポイ、いびきらんようになポイポイポイ、あ、中も真っ白やね。ポイポイポイ、ほんとだね。一個なにこれ、ちぎった。何がなんでちぎった。よし、え、なんか間違えてちぎっちゃった。すごいや、みんなこの包丁やったら。あかりちゃん、今度キュウリ切るときこの包丁で切る。でもそれ結構切りやすいです。切りやすい、よく切れる。はい、どうぞ。はい、一個ずつ食べましょう。はい、どうぞ。マチョマチョ、めっちゃ僕にはない。みんな食べた順番覚えてる。マリヒメ、アマオ、おいしいベリー、あ、初恋の香りです。よし、食べる。リノスケ、はい、せーので食べるよ。いっせーので。うん、うん、うん、そういう感じ、うん、なるほど。あ、ダメだね。素直に言い過ぎなんだよ、ほんとに。よし、最後らへんが、最後らへんがちょっと何か残る後味がね、うん、後味って。よし、じゃあみんなでせーので。みんないい、可愛くないこれ。あ、可愛い、はい、いい。あ、いいじゃん、あかりちゃん手につけないよ、それ。すぐこれ、あかりが好きな色じゃん、それなんか。え、あかり、紫ね、あかりさ、それリボンにすればいいじゃん。ああ、いいか。ごめん、そんな、ごめん。あの、このいちごに集中してもらっていいですか。みんなが一番初めに食べたのは何ですか。これです。マリヒメ。次はアマオ。3番目がおいしいベリー。最後が初恋の香り。せーので一番おいしかったなと思う、いちごの名前を言ってください。座って、いくよ。え、ね、指さそう。指さしたらみんな見えないでしょ。いくよ、いくよ、せーの。美味しいベリー。じゃあ、美味しいベリーの方。なんて言ったの。肉の花まさで買ったやつ。ないよ、それ。だから、じゃあ、いくよ。せーの。美味しいベリー。美味しいベリー。うん、違う。じゃあ、美味しいベリーの人手挙げて。初恋の味。あ、初恋。じゃあ、もうそれ食べていいよ、初恋の味。美味しいベリーの人手挙げて。うん、食べていいの、これ。美味しいベリー。一緒に食べていいの。あ、もう。じゃあ、食べていいの。はい、どうぞどうぞ。え、全部。あかり。あかりはね、うん、これが1位、うん、2位、やっと。2位がアマオ。あかりの1位はおいしいベリー、2位がアマオ、3位が初恋の香り、4位がマリヒメ。あかん。じゃあお母さん、マリヒメ食べ。じゃあこの3つは俺のやつ。え、なんでマリヒメ。いや、みんながまた あの4位だったから。え、でもマリヒメもうまいよ。おいしいんだよ、全部。でもなんかおいしいベリーが一番、味が濃いやつの方が好きだから。美味しいベリーが一番あれだね、甘かったね。ねえ、ここら辺黒いから切って。はい。どうしたの。はい、どうぞ。あ、まだ黒に残ってるもん。これぐらい大丈夫、腐ってるんじゃないかな。こんなに近い。ということは、じゃあ美味しいベリーに2票入ったということで、この中ではじゃあ美味しいベリーが1位ということでいいですかね、今日は。はい。ちょっと見せられない。じゃあ、からから。じゃあ俺は初恋の香りとマリヒメに入れてとこ。いいんだよ、気を使わなくていいんだよ、自分が好きなやつで言ったら。え、いいの。じゃあ、初恋の味。初恋の香り、初恋の味。どこだ、なんだって言ったのに。もういいよ、もう一つ全部食べていいんだよ。はい、どうぞ。それはバタヤンの初恋。あかり、切りたい。なん、どういただきます。え、手切らないようにね、やめなさい。ほんと下品。もうさっき言った、ここはママがするよ、危ないから。甘い。おいしい。待って、みんなちっちゃく食べたけどさ、うん、一口ガブって言ったら全然美味しさ変わるよ。ほんとだ。マジで。さっきよりもうまっ。嘘やん。待って、このままだったらマリヒメめっちゃうまいかもしれん。お母さん、マリヒメ行くわ。いただきます。こっちから食べた方がいいね、マリヒメも。いただきます。うん、これ美味しくない。あ、ちびちび食べたらダメや。ちびちびより一気にガブって食べたらめっちゃ美味しさ感じる。うん、めちゃめちゃ甘っ。あかり、話聞いてた。そのまま食べたわ。さっきもここ、あの、これ一口で食べてないから。あ、そっか、はいはい、もっと甘を食べて。あかん、甘を2回はあかんわ。次は違うの食べ。え、じゃあ俺甘を食べよう。それ、おいしいベリー。おいしいベリー、はい、おいしいベリー、完食。待って、え、これすごくない。マリヒメもうまいけどな。あ、でもいいや、俺マリヒメにするわ。いただきます。これ甘をはよく食べるから。ああ、確かに甘王って売ってることがあったけど、あんまり、確かに今まであんま食べたことないやつをこういう時に食べるのはいいかもしれない。いや、美味しいベリーが一番いい。
実は、うわ、すっごい、ちょっとそこ見せてきて、すっごい色がこう、ザ・イチゴだよ、ザ・おいしいっていうかさ、旬のイチゴグランプリ、旬の爪がきさばすぎるよ、本当に。でもママ生まれた時、俊介の爪綺麗と思ったんでしょ。指がよろしく、指が綺麗。あ、これ、ネイルです。めっちゃちっちゃく切ります。切るんじゃなくて、食べる。すげえ、ママうまっ。これ何？おいしいベリーでもなくて、マリ姫。うん、マリ姫。あかりいただきます。おいしい。見て、YouTuber がやってる。どう？一口でいくのがいいのかな。これ、蜂みたい。蜂？あれだわ、あの蜂の味。うちで使ってる柔軟剤の匂い、うん、めちゃくちゃやね。よし、ママ、ほんのり香る。切って。どうやって切るの？半分でいい。上を取るだけね。シュンが今から食べるのが美味しいベリー。そう、美味しいベリー。感謝感謝。はい、どうぞ。いただきます。はい。またみずみずみずしすぎるから。みずみずしすぎて何がいけないんだよ。ダメだから、うん、どうぞ。拭かなければ。うん、嬉しいな。これは道場くんがプレゼントでくれました。道場くん、ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you。 Thank you。 ありがとう。ありがとう、道場。ここは天国だ。天国。道場くん。やっぱ一口でガブっていくのが美味しいのか。すごい大きなイチゴだね。すごい大きなイチゴ。うん。見といて、ママ。うん。うわー、贅沢。お口の中いっぱいイチゴ。みんな、イチゴよりもこのカップが。まさかのイチゴよりもカップが。カップとこのふさふさみたいなのが大人気です。これやるよ、これこのカップ。あった。これこの3つ。ねえ、ずるい。いいじゃん、いっぱい12個あるんだから。じゃあ、はい、これとこれもらう。またイチゴ食べた。これお父さんに置いておこうか。あ、お父さん、うん、こっちがいいよ。ちょちょ、なんでだよ、もう置いとくんだよ。ねえ、ダメなの。2つは置いとくの。なんで分かり、まだ1つしか食べてるの。食べたじゃん、お前2つ食べてない。あ、じゃあどっちか。大きいの分けて食べたじゃん、お前。じゃあいい、自分で切って。シュンはこれ、大きいの2つ食べたの。ちげえよ。あ、そう。そう。で、あかりは2つ食べたじゃん、でもあかりも。食べてないよ。だから、おっきいのをみんなで分けたじゃん、1個。いいよ、じゃあ1個食べなさい。卵でいいね。で、お父さんには、うわ、ずるして。初恋の子、ずるじゃないよ。みんなも2個、2個食べたでしょ。あかりちゃんはまだ1個しか食べてないの。よし、じゃあ終わろっか。じゃあ、しゅん、この証拠は何ですか？証拠ってなんだよ。は。あかりが何個も食べる需要なくないですか？需要って何ですか？需要も、もういいよ、早く。これお父さんね。楽しい水遊び。はい、いや、もう、あ、食べないの？食べる。じゃあ食べなさい、早く。食べる。なんか明るいって言うんだけど。楽しい水遊び。面白キャラ。じゃあ消します。うん、いただきます。はい、ということで、私は一番美味しかったのは、なんだっけ？そう。あとこのリンゴとかガーサーがついてる。これは私は美味しいベリー。肘が痛い時につけられます、ね。私美味しいベリーが1位。あかりは美味しいベリーが1位。シュンは甘お。甘お。お兄ちゃんは美味しいヤミー。初恋の香りでしょ。初恋の味。初恋の香りでしょ。初恋が一番美味しかったそうでーす。そしてこのイチゴの下についてた、これはプッシュポップになります。ならないよ。なるよ。なるよ。マジなるよ。さよなら。ほら、ただのあれ。緑でママ、緑でママ。ここにつける。それ意味ない。